日本バレーボール協会が26日に発表した2024女子 U20 アジア選手権大会7月1から9日まで中国、湖門の日本代表メンバーに久光スプリングスから18歳の井上ミーナ、奈が選出された。写真、爽やかな笑顔を浮かべ仲間と喜ぶ金蘭会高時代の井上ミーナ大阪、金蘭会高から今春入団したルーキー。 181センチの長身で、久光でもアウトサイドヒッター、O とミドルブロッカー、MB の両ポジションに取り組む二刀流プレイヤーだ。久光の堺慎吾監督によると、打点の高さはチームトップクラスです。ライト側からの攻撃もいいですし、細身に見えてスパイクも力強いと高いポテンシャルを認めている。明るく、人懐っこい性格でムードメーカーとしての資質もある。 自分の強みを発揮し、日本の勝利に貢献できるように。久光スプリングスの選手として少しでも成長して帰ってきたいと広報を通してコメントした。12人の代表メンバーには、12年ロンドン五輪堂メダリストの大友愛さんの長女で、東京、共栄学園高3年の秋元美空や、北海道、旭川実高時代に全日本高校選手権。 春高バレーで活躍したクインシーズカリア、トヨタ車体クインシーズから解消の葛西リラ将来楽しみなアタッカーも選出されている。西口健一。